はいどうもー、はい、楽しみにしてご飯の時間です。今日はですね、なんか、あれ、なんか今日はね、今日はあのケンタッキーです。あれなんかおかしいな。さっき鼻噛んだ時かな。今日ケンタッキーです。なんか入ってるぞ。ケンタの定番チキンフィレサンド、6月12日。あ、ダブルチキンフィレ、あーはい、ペッパーマヨ、あーはい、あーはい、そういうことか。そういうことですね。新しく発売しますよってお知らせのやつです。お知らせのやつでございます。今日ケンタッキー、こっちにあれを入れよう。こっちに、ちょっとこれピッシャリって、これ今日贅沢です。めちゃめちゃ贅沢なんですけど、潰れてます、ごめんなさい、運び方が悪かった。今日は僕は確か名前うま塩、あ、ちょ、取ってきます、少々お待ちください。はい、あ、ごめんなさい、大事な仲間たちを忘れてました。もいよっとちゃんとナイキフーズさんからいただいた、わー、おいしそう、いいとこ来てる、ナイキフーズさんからいただいたマスタード。ちょっと待ってくださいね、広げますんで、ちょっと待ってください。食べやすいように広げます。こうね、温めてないっす。皿に出して温めてない時はこれが時間かかるんで、先にやっとけっちゅう話なんですけど、先にやっときなさいよ木島くんって話なんですけど、まあ、そこら辺はご勘弁ください。うま塩チキンですね、名前がね。うま塩、これうま塩チキン、あー、いいとこ来た、あら、いいとこ来た、ほら、オリジナルチキン、うま塩チキン、ポテト、こっちこぼします、こぼしなんで出します、開けます、こぼしてるんじゃないです、いただきます。さあ楽しみだ、今日豪華だよ、今日のこれは豪華だよ。はい、乾杯、いただきます。うん、ポテト美味しい、ポテト美味しいよ。今日は前もってもうやっちゃおう、こっちに、あーだす。あーだす。あーだす。これです。誰かと食べるときはかじってつけてなんかできないですよ、一人で食べるとね。いいね、ケンタッキーも久しぶりじゃないの、ケンタッキーも。なんかおかしいんだよな。久しぶりじゃないですか、ケンタッキーも。昔はね、鶏の日パックのたびに僕は買ってましたけど、毎回買ってましたけど、鶏の日パックが鶏天パックになったり、
トルマキパックがナゲットになってからは毎回じゃなくなりました。毎回じゃなくなった。そしてこのようにどうしても食べたい、食べたいな食べたいなっちゅうのがある時、こういう時は買ってくるようになりました。もよとちゃん、うん、ああ美味しい。だからもう贅沢すぎるわけ、贅沢すぎるわけです。あの鶏のひパックであれば昔のね、もっと豪華に、うん、豪華に、うん、お手頃、お手軽にね食べれたわけですよ。真っ青だ、真っ青だ、よく合うんだ。うん、怖い。ケンタッキーで働かれてる方います？いらっしゃいます？元でもいいですよ。この肉、このケンタッキーのこの鶏肉たちって、今日フライドチキン、フライドチキン仕上げて、フライドチキン、フライドチキン、この状態に仕上げたら今日中に売り、ん？今日中に売り切れっていうか、明日にスライドはしないんですか？今日作ったらもうそれで終わりで、例えば社員割引とかまかないとかで残ったのを食べたり、もうしょうがないから廃棄処分みたいなことになってスライドはしないんですかね？どうなんでしょう。いや、ふと思った今。普段から考えてるわけじゃないですよ。ふと思った。ここ美味しいな。どうしてるんですかね。あー美味しい。もし捨ててんだったらもったいないな。安売りとかしてくれりゃね。閉店間際はいいんですけど、でもそしたらそこに集中しちゃうっていうのもあるんでしょうね。で、従業員の方々が持ち帰るっていうのも今はもういろんなことが厳しくてダメだったりするでしょうから、やっぱ捨てちゃうのかな。まあね、何か問題が起きてからじゃな。あれですかね、遅いっていうか大変っていうか、そういうのも分かりますよ。わあ、非常に美味しいです。ただやっぱりケンタッキーは時間かかる。これから行こうか。ああ、もうぺっちゃんこだ、ぺっちゃんこ、ぺっちゃんこです。ぺっちゃんこになってます。なんとかパイ、なんとかパイです。ぺっちゃ、あ、こんなもんなのかな。でもわあ、コーンパイ、コーンパイかな。あ、美味しそう。
非常にいいよ。美味しそう。こっち見せて、こっち。うん。うん。うん。ああ、ここ美味しい。これ美味しい。なんかこれも、これも期間限定のやつ。うん、うん、うん、あ、おいしい。ここも美味しいわ。で、これがパリパリ塩かな。パリパリ塩だったかな。ああ、いい。パリパリうま塩だったかな。あ、おいしい。ああ、こういう塩は。うん。ヒールでしたっけ、このお尻の部分。ああ、いいね、これ。うまし、おいしい。木島、お前はみんな、いろんなのつけて、本当に味分かってんのかいと、本当に美味しいのかいと言われることもありますけれども、ちゃんと美味しいです。ちゃんと美味しいよ。うん、いやー、このお尻のとこもいいな。お尻のとこもいいな。ちゃんもいいんだよね、これとね、前野先生とね、こうやって。今、軟骨、軟骨いきました。なんじゃないコツが口に入りました。ああ。ポテトって僕あんまり頼まないですけど、今日はセットについてはあんまりですよ、頼まないのは。絶対じゃないですよ。このソース3種、これいいね、この食べ方。これおすすめです、これおすすめです。うわ、今日はもうまたこれいいとこばっかだわ、本当にいいとこばっか。鶏の日パック全盛時代は僕もミスター鶏の日パックってやってましたけどね。
ミスタートリノキパックって界隈じゃ言われてましたよ、ミスタートリノキパックってね。あんのふんな、最近じゃ、さっきも話したけど、あんまりとりあえずパックは食べなくなっちゃったもんだから、昔の鶏の日パック復活してくんないかな。これ皮ばっかりだな、これ肉たそう、贅沢すぎる、皮ばっかり食べたら贅沢すぎる。まあ中にはあの筋トレされてる方なんかは皮剥いで、プロタンさん僕あの動画見ることあるんですけど、確かケンタッキー食べてる時皮剥いで、皮はちゃなぎれたっていうか食べないようにしてやってたような気がするな。確かですよ、確か。確かそんな気がすんな。皮剥がして、皮剥ぎして、皮剥ぎして、そうやって食べてたような気がすんな。もしあれだったらね、なんかのタイミングで、どっかで道でばったり会って、ちょうどケンタッキー食べに行くとこなんですよ、つって、いうことがあってご一緒させていただければ、皮を僕が全部もらって食べれるから、ぜひね、皆さんプロタンさんに限らず筋肉鍛えてる系の方々はそうしてるのかな、みんな体鍛えてる系の方々はなんか声が変なんだよな、耳が変なのか声が変なのか、まあいいや、どっかでね出会えたらな。どっかでっていうか、たまたまケンタッキー買いに行く途中で出会えたら、皮いただきたいですよ、皮を。皮大好き木島くんですから。これ今いい状態の、皮が残ったんで芋をね、こう包みますよ、僕は。木島君はここに芋を包みますよ、せっかくですから。そしてマヨネーズ先生とモヨトちゃん、こうしていきます。うん、あー最高だ。うん、最高だ。本当に美味しい。これも潰れてるけどこれも期間限定ですよ、確か。いつまでやってるかわかんないです、いつまでやってるかわかんない。この僕が動画を公開するタイミングで、あー美味しそう、あー美味しそう、まだやってるかどうかもうわかんないです。あー美味しそう、これはみ出てきた、あー飛び出てきた、あららららあなた、これが何なのか僕も分かってないんですよ。見たことないのがあるからそれお願いしますってお願いしただけで、これは何なんでしょう。細かく、肉かこれは、細かくなった、あ、あーはい、こうなってます。あのあれがクリスピーでしたっけ、この、あ、この生地も好きです。うん、
味しいね。これ美味しいね。うん。え？すごいねこれ。うん。これはいいわ。これ名前なんだっけ？お名前何でしたっけ？うん。あー、おいしい。非常に優秀。ああ、横から食べた。非常に優秀。名前がわからないあなた。非常に美味しい。ああ、非常に美味しかった。ああ、ありがとう。よかった。教会に行って。名前何か忘れたけど、名前なんだっけ。美味しいなこれ。さっきのこんなやつ面白かったし、パリパリ食べ始めるとね、終わるのは早い。うまい。人生も100年生きてる人だってあっという間だったって思うんだろうな。120年、30年しないけど生きてる大先輩方々もきっとあっという間だったなって思うんでしょうね。今日ケンタッキーにしないっていいですね。ケンタッキーにしてます。ここか、ここだ。うん。ねえ、今日ケンタッキーにしない？でしたっけ？ねえが入るのか。いきなり今日ケンタッキーにしないっつったらあれか。ねえが入るのだ。ねえが入るのだ。根が入るんだ。うん。いいよいいよ。いいよ。キジマが沈んでるよ。キジマが向いてますよ。
よしよし、もうあとはこのチンジたやつ。僕はこの手を使って食べる食べ方、ちょいちょい褒められます。あのそっち方面の方々に、インド、バングラディッシュ、そちら辺の方々に、上手だね、上手に食べるんです、ちょいちょい褒められます。うん、いや、このあー、おいしかったこの期間限定系、限定系の2つ非常においしかった。で、このソース、これもおいしかったね。この3つ並べてつかめないからあれだけど、マヨネーズ先生、ナイキフーズさんからいただいたマスタード、モヨドちゃん、素晴らしかった。あー、いやー、ほんと美味しかった。ケンタッキー、贅沢にたくさんソースたち、ストロングゼロ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、バイ、また明日。